イクチオテレオールは、イクシーラザー属の植物が含むポリーンで、魚類にとっての強い毒になる。ポリーンは、単結合と未憂結合が交互に現れる N の構造を持つ、有機化合物である。最も単純なものはジアセチレンで、構造式は HCCCCH である。これらの物質は、オリゴイン、または炭素が無限につながった、仮想上の同素体であるカルビンにちなんで、 カルビンの井戸とも呼ばれる。この物質の合成については、1960年代以降、何度も主張されてきたが、これらの報告には、議論がある。実際、この物質は、初期の多くの有機合成の試みにおいて、カルビンのタンクサリとして同定された。ポリインは、アセチレン及びその誘導体の重合で得られ、単結合と二重結合が、交互に並んで骨格が形成されるポリアセチレンとは、 異なる。クムレンと共に、ポリインは、その硬さによって、他の有機さから区別され、そのため、分子ナノテクノロジーにとって有望な材料である。またポリインは、水素の少ない生還グムからも検出されている。ポリイン合成の最初の報告は、同フェニルアセチリドが、空気の存在下で、酸化に量化し、ジフェニルブタジーンが形成される様子を観測した。 カール・グレーサーにより1869年に行われた。1950年代には様々な技術を用いて N の値が4カゴまでのポリイン HN が合成された。1971年頃、T.R. ジョンソンと D.R.M. ウォルトンは、ヘイ、エスカタリストを用いた鎖に量化反応中に、ポリインサを保護するため、サー酸を保護器として用いた。 この技術を用いて、彼らは、純物質としては、M が8まで、溶液としては、M が16までの A3、SIM シエット3の、ようなポリーンを得ることができた。N が2から6までの HNH の構造を持つ、アルキンは、1856年かそれ以前から、知られていたアセチレン誘導体である、単化銅塩酸で、部分的に酸化したものの、 分解性生物から検出することができる。長いポリインサは発熱反応により分子間で過強が起こるため、大量の時は本質的に不安定であると言われている。研究の途中に爆発することもある。しかし、末端の水素をタートブチルモトやトリフルオロメチルモト等の特に傘、高い保護器で保護することにより、湿気や酸素に対してさえもかなり安定にすることができる。 1995年、この技術を用いて、300個以上の炭素からなるカルビンサの合成が報告された。しかし、この報告は、検出された分子は、直差のポリインではなくフラーレンのような構造だったのではないかとの論争にさらされている。10個のアセチレン基調で構成され、フレシェ型の方向属ポリエーテルデンドリマーで、末端が保護されたポリインは、2004年に単離され、 性質が調べられた。2010年時点で、管理された最長のポリインは、22アセチレン基調で、取り詰めチるもとで末端が保護されたものである。RNR の構造を持ち、N が8以上の合成ポリインは、しばしば化粧固体状態の、滑らかなカーブ、または、螺旋系の骨格構造を持つ。例えば、保護器 R がトリーソプロピルシリル元で、N が8の場合、 X 線結晶構造解析では約25度から30度の角度で幅広いこの形に曲がり、そのため各々の CCC は直線から3.1度曲がっている。この機械のおかげでかさ高い保護器があるにもかかわらず密度の高い詰め込みが可能である。結果として隣接分子の骨格間の距離は下橋結合の範囲に近い約0.35から0.5ナノメートルまで縮まる。 この化合物は低温ではいつまでも安定だが誘拐する前に分解する。対照的に N イコール4または N イコール5のホモログ分子は少なくとも0.5から0.7ナノメートル離れたほぼ直線の骨格を持ち分解することなく誘拐する。幅広い生物がポリアセチレンを合成しその多くが医薬品としての性質を持つ。アセチレン脂肪酸はヤドリンギ化。 パロマークロラビームキャローリアムの根の皮から管理された。このトガの植物の茎や葉はインドネシアではガンの治療に用いられている。天然色素チアルブリンビーはオーブタクサから管理された。この型の化合物を含む植物はアフリカやカナダの原住民が皮膚感染や腸内寄生虫の治療に用いてきた。アメリカハリブキの内樹皮や根は アメリカ原住民が様々な病気の治療に用いてきた。単理されたポリインの一つは、オプロパンジオール酢酸である。ジヒドロマトリカリア酸は、上海本科から得られるポリインである。植物由来の他のポリインには、エナントトキシン、シクトキシン、ファルカリノールがある。ポリインは、ニンジン、セロリ、フェンネル、パセリ、パースニップ等のセリカの野菜でも見られ、細胞毒性を示す。 イクシーラザー属は、イクチオテレオールと呼ばれるポリーンを活性物質として含む。この物質は魚にとって非常に毒性が強く、そのため、イクシーラザーターマナリスを釣りの餌として用いることで、魚は水の外に飛び出る。ファルカリノール型の脂肪属シーポリーンは、代謝調整剤として採用し、健康増進の栄養剤として研究されている。 これらのポリーンの医薬品としての性質のため、その合成経路が有機合成工業で再現されることが望まれている。そのような多くの過程の中には、カディオホトケビチカップリング等がある。オクタテトライニルラジカルとヘキソトリーニルラジカルは、これらのイオンと共に、宇宙の水素の少ない領域で検出される。ありがとうございます。